さあ、続きまして、また中継、今度は津南町、十日町よりもうちょっと奥の地域ですね。津南町からですね、森林セラピー、でそして農業の農と縄文の体験実習館、ナジョモンでございます。さあ、皆さん、森林セラピー。言葉は聞いたことあるけど、やったことある方いらっしゃいますかね、ご覧の方でね。うん。この森林セラピー、こちらはですね、自然の中にいることによって、まあ、そこで歩いたり、景色見たり、深呼吸したりすると、リラックス効果が得られるというものでございます。まあ、こちら、科学的に理由付けされたものを指すということなんですね。で今回は津南町で学べる縄文、そして農業、食、こちらの体験学習と合わせてご紹介いただけるそうでございます。でこちらご紹介いただきますのは津南町観光地域づくり課の鈴木さんでございます。鈴木さん、お願いします。こんにちは。はい、どうもこんにちは。こんにちは。津南町観光地域づくり課の鈴木と申します。よろしくお願いします。いい、お願いします。今日は、ご紹介いただいた通り、津南町の森林セラピーと、農と縄文の体験実習館、ナジョモンの2つをご紹介したいと思います。で森林セラピーは、動画をこれから流させていただいて、農と縄文の体験実習館、ナジョモンについては、パワーポイントで、ご紹介したいと思います。はい。今日は、デジタル観光展ということで、ちょっと役場職員で自力でこの森林セラピーの動画を作ってたので、ぜひそちらご覧ください。はい。はい。はい。1個目の方が始まっております。一日中見つめるパソコンの画面、休憩中はスマートフォン、帰りはいつも満員電車。皆さん疲れてませんか？現代人は五感のうち視覚ばかりを使っています。例えばスマホ、ほんの少し指を動かすだけで、あとは目から入ってくる情報だけに集中しています。これは五感を閉じている状態であり、無意識のうちに私たちの心身は疲弊しています。さあ、マスクを外して五感を開く旅へ出かけましょう。津南町にはブナの森の森林セラピー基地があります。森林セラピーとは、癒しの効果が科学的に実証された森林浴のことです。森林セラピー基地として認定された森は全国にあり、津南町もそのうちの一つです。では早速、森林セラピーで五感を開いていきましょう。まずは聴覚です。目をつむり、鳥のさえずりや木々の葉音、森の中を歩く足音に耳を澄ませましょう。皆さんにはいくつの音が聞こえましたか？次は触覚と嗅覚を開いていきましょう。吹き抜ける風を感じたり、草の香りを嗅いでみるのもいいです。葉はちぎったり揉んでみると、そのままの状態と違った香りが楽しめます。いろんな葉があるので、香りを嗅いで比べてみるのも面白いです。さらに森の奥へと行ってみましょう。雨の日の森の中は幻想的な景色が広がっています。また、ブナの森には雨の日にしか見れないものもあります。それが樹冠流です。樹冠流とは、樹木の上部に降り注いだ雨が幹を伝って根元まで流れる雨のことを言います。
ブナの葉は丸みを帯びており、面積が大きく、少しへこんだ形をしているため、雨をたくさん集めます。また、樹皮は剥がれ落ちることなく、平たく滑らかなので、樹冠流が筋のように流れ落ちる様子がよく観察できます。このように、ブナの木は樹冠流により保水力が高く、緑のダムと呼ばれており、触るとひんやり冷たいのが特徴です。手で触るだけでなく、体全体を使ってブナの大きさと温度を体感してみましょう。森の中にはナラの木が生えている箇所もあるので、ブナとナラの冷たさを比較してみると良いでしょう。腹式呼吸をしながら呼吸を数える数息間という呼吸法もおすすめです。息を吐き切ってから吸う。これを1回と数え繰り返します。やってみましょう。人は複数のことを同時にすることはできません。なので、呼吸の回数を数えている間は、他のことを考えないで集中ができます。次は、視覚を開いていきましょう。現代人は、スマホやパソコンなど、一点を見つめることが多く、目の周りが凝り固まっています。空を見上げてみたり、地面に目を向けることで、視覚をほぐしていきましょう。特に足元にはいろんな発見があります。これはブナの実です。そしてこれがブナの芽です。ブナの森を歩くと必ずあるので探してみましょう。残すは味覚ですが、食べられないものもあるので、ガイド付き体験メニューを利用されることをお勧めします。ガイドの案内を受け、安全に食べられる植物を手に取り、生のままかじってみましょう。普段あまり口にしない草の苦みを感じることができます。また、ガイド付き体験メニューでは、地元野菜や山菜を使ったセラピー弁当もご用意しております。日常生活では室内で食事をすることがほとんどですが、外の空気を吸いながら食事することで、食材をより深く味わうことができます。まっすぐ伸びるブナの中には、しなった形の木もあります。見つけたらブナのハンモックを楽しめます。目をつむりリラックスすることで、五感が研ぎ澄まされていく感覚を味わってみてください。平坦な道だけではなく、坂道を登るコースもあります。じんわり汗をかき、代謝を上げることで、体がすっきり軽くなります。コースがいくつかあるので、その時の気分や体の状態に合わせたコースを選びましょう。ブナの森は、季節や天気によって、いろんな楽しみ方ができます。新緑の森を体験したら、次はぜひ紅葉の時期にお越しください。晴れた日はブナの森の涼しさを堪能し、雨の日は霧がかった幻想的な風景を楽しんでください。何度も訪れることで森が変化する様子を感じ取ることができます。森林浴のリラックス効果は、樹木が放出するフィトンチッドという化学物質の働きによります。フィトンチッドとは、
有害な微生物や細菌から自己防衛をするため、樹木が自ら放出する揮発性物質です。微生物などにとっては殺菌力がありますが、我々人間にとってはリラックス効果を与えてくれる物質です。ストレス社会に生きる現代人の新たなリフレッシュ法として、近年、リトリートという過ごし方が注目を浴びています。観光目的の旅行と異なり、日常を忘れてリフレッシュすることが主な目的です。津南町の森林セラピーでリトリートを実践し、リセットした状態で日常に戻りましょう。森林セラピーは以上になります。これからの謎問の方を続けてご説明させていただきたいと思います。津南町の、能登縄文の体験実習館、謎門です。謎門というのが津南町の方言で、ぜひ何々してくださいという意味なんですけど、その謎門という言葉と、縄文を掛け合わせた、のが謎門という、名前の由来になってます。謎門は、津南町にある能と、縄文をキーワードとして、キーワードにした全く新しい形の、体験施設です。企画展示を開催したり、体験メニューがとっても豊富です。で今、森林セラピーで五感を開いてっていうご提案させていただいたんですけども、森林セラピーでこうやって五感を開いた後は、謎問で五感を今度は磨く体験をご提案したいと思います。謎問の企画展や体験メニューではこういろんなものを見る、あとは触る、手を動かすといった普段とは違う体験を通して、五感を磨き、感性を柔らかくしていただけたらと思います。早速外観の方ですね。こちらが外観です。謎門の敷地内にはこういった縄文村というようなフィールドがあって、ここにある通り復元された7つの、縦穴住居があります。こんな感じで5000年前の縄文時代の暮らしっていうのが、再現された空間が、外のフィールドであります。あと冬にはスノートレッキング体験がこうできたりします。このスライドの絵については、縄文スノーハイクっていう、トレッキングツアーの一コマで、冬の縦穴住居の中にご案内するっていうことも可能です。で内観はこのような感じです。ホールには、津南町で出土して、日本遺産に認定された火炎型土器などの、縄文土器をはじめ、津南町に生息する動物の剥製の骨格標本なども展示されています。これが火炎型土器の展示です。また津南町の立体地域模型のコーナーもあります。ここでは町全体の地形を一望することができたり、関連する書籍なども置いてあります。で謎門には常設展示がなくて、1年を通して様々な企画展を開催しているので、いつ来ても楽しめます。でこれはマイコレクション展といって、こう一般の方がマイコレクションとして収集しているものを展示する企画展で、毎年開催しています。
昭和の頃のポスターとか陶芸であったりキノコグッズとか、毎回いろんなマイコレクションが展示されていてとても面白いです。またラジオモンの一押しとして紹介したいのが、本物の土器が触れることです。町内で出土した、縄文土器が複製されていていつでも触ることができるので、お越しの際はぜひお声掛けください。最後に体験メニューの紹介です。これは石器作り体験をしている様子です。この他にも土器作りや、火起こし体験、弓矢作りなど縄文に関連した体験メニューがたくさんあります。あとは草木染めとか和紙のうちわ作り、わら細工、あと陶芸といった、手を動かすものづくり体験であったり、森の自然観察、あとカモシカウォッチング、あと昆虫採取などの自然体験、他には稲刈りなどの農業体験など、その数なんと200以上もの体験メニューが用意されてます。で、価格も300円くらいから1500円くらいで、安価に利用できるので、ぜひお気軽にお越しください。ナジョモンについてのご案内は以上になります。ぜひ津南町に来て森林セラピーで五感を開いて、ナジョモンで五感を磨く体験をしていただけたらと思います。津南町で待ってます。以上になります。はい、鈴木さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、僕も実はナジョモン行ったことあるんですよ。あ、本当ですか。はい、ロケでお邪魔したんですけど。あ、そうなんですか。なんかその縄文人の方が着ていたような、はい、こう、あ、そうですね、一日縄文体験っていうのがもうあった、多分それですかね。縄文時代のこの衣装を、はい、はい、ヒゲ面のおじさんが来て、おじさんで、火起こし体験。ああ、こうやって。はい、なんか機械で、なんて言えばいいんですかね、まあ、紐が巻いてあって、コマの要領で回して、摩擦で火をつける。火をつける体験ですね。はい、あれもやりました。はい、そうなんですね。この運動というか、はい、腕パンパンになります。パンパンになりますよね。やりました、やりました。で、子供たちもものすごい楽しんで、はい、一緒に。そうですね、子供はやっぱりすごく楽しんでくれますね。いろんな体験メニューがあって、今夏休みなので、うん、この夏休み期間中は小学生のために毎日いろいろ弓矢作りであったり勾玉体験だったり、毎日体験メニューがあるので、ぜひ来ていただいて、お子さんを連れて来ていただけたらなと思います。確かにご家族連れにぴったりかもしれないですね。そうですね、はい、うん、これは休館日とかあるんですか。休館日、月曜日が休館日ですね。月曜休みなんですね。はい、そうです。今日見て明日行こうっていう方は気をつけてくださいと。はい、明日はやってません。はい。これ体験は事前になんか予約とか申し込んだ方がいいんですか。そうですね、できれば予約していただければ、うん、でも、もう普通に来ていただいてその場でっていうのも中にはできるので、はい、はい、フラット立ち寄っても多分何かしら体験できますよ。そうですね、今企画展もあったりして、中もいろんなもの見れるので、いつ来ても楽しめると思います、うん、はい、はい、あとは森林セラピーもね、はい、ぜひ私もそうですけど、はい、日頃疲れてる方はぜひ行ってほしいですよね。ぜひ癒しを求めて来ていただけたらと思います、うん、はい、まあ、津南もね、また魅力的なスポット多いですからね、ぜひ足を運んでいただきたいですね。はい、よろしくお願いします。さあ、それでは鈴木さん、はい、こちらご覧の方、新潟県内、そして県外の方いらっしゃいますけども、はい、最後、お時間来ましたので、一言メッセージいただけますでしょうか。はい、
今日は五感を開いて五感を磨くっていう体験の提案をさせていただきました。ぜひ津南に来て、リフレッシュしてください。ぜひ来てください。待ってます。はい、ここまでの時間は津南町から鈴木さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。